とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ボスをワンパンしてみましょう。昨日、怒りでね、ワンパンしてみたんだけども、ちょっと難しかったんだよね。で、今回もコメントもらいました。これは確実にいけるらしい。力の弓ですね。これのオーバーチャージのダメージです。さっきね、これで、4回チャージして攻撃してみたところ、5万5000ダメージを与えることができました。いけるかな？それプラス、虚無の、600%。間違いないでしょ。多分間違いなくワンパンできると思います。102まで上がりましたね。攻撃力は、おー、5400。まあ、アーティファクトチャージは別に意味ないか。5400の、4回チャージだからとんでもないダメージになるはず。うん。あ、これどうなんだろうな。通常で当てた方がダメージはでかいのか、それとも、どうだろうね。通常で当てると、4万3000。5万6000。こっちだな。間違いなく、森の矢筒を装備して撃った方が良さそうですね。森を使ってちょっと行きましょう。ちょっと待て待て。これね、準備するまでが結構、きつかったりするのよね。OK。結構きついな、本当に。ここはね、コギクロスボウがやっぱり最適性なんだよね。あー、やべえ。オッケーオッケー。まあいいや。いけるっしょ。オッケー。では、行きましょうか。いや、まあ、そんな減らさんでいいか。減らさんでいい。行きます。ヘラさんと無理だった。ヘラさんと無理か。まあギリギリまで減らしてやれば良さそうですね。ちょっともう一回やり直そう。よし、次こそは成功させる。これホットワンパンって難しいね。ワンパンこれむずいわ。ではいきます。森の矢筒を装備してギリまで減らします。まだだね。ギリギリまで減らしてからやるからね。これ影の断片意味ないんで。次だ、いきます。おっしゃー、いけたー。でもまあ、結構シビアな感じですね。でも、まあ、一番今回で現実的な、ワンパン方法だと思います。力の弓にオーバーチャージさん。で、無知の虚無さんですね。まあ、他の武器でも虚無さんはついてるんだけども、無知が一番使いやすいやつかな。30回ボスもワンパンできるか見てみましょうか。森の矢筒を127までパワーアップさせてます。で、力の弓の102のオーバーチャージだね。で、ホークブランドで虚無3を入れてドラです。いけるんじゃない？多分試してみましょう。虚無ドラいきます。いけたー。はい、ということで今日はコメントありがとうございました。力の弓ではワンパン可能です。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。